系ビンゴ、今回の勉強テーマはメンバーの本音、全てをさらけ出しチームワークを高めてもらいます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。正直将棋、それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見器によって相手の嘘を暴く恐怖の心理ゲームである。今日もですね、AKB のですね、腹の底をギャンギャンに暴いていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。先生、この嘘発見器の、嘘を見抜く確率というのは何パーセントくらい？限りなく 100% にしか。限りなく 100%。 じゃあもうこれで針が動けば 100% 嘘だということなんですね。わかりました。さあ、そして、解説委員の、先生をご紹介したいと思います。まずは三度の飯より嘘が大好き、大嘘清人先生でございます。よろしくお願いします。今日は生放送でお送りしております。いや、違いますよ先生。いきなり嘘出ましたね。やっぱり嘘が大好きで。好きですね。今日よろしくお願いしますね。はい、はい、さあ、そして、AKB 代表のスペシャル解説員篠田麻里子さんです。篠田さんはあれ、もうメンバーの中でも、はい、ね、ですね、正直者ですね。あ、正直者でいらっしゃいますから、はい、一番正直者。ちょっと待ってください、セクハラですよあなた。普通にそうです。どうかしてました。どうかしてますね。さあ、そして、今日はですね、 SKE48 がなんと新しい子が、はい、平松と高田と、はい、新海です。新海、はい、ほら、なんか声が、ね、新海、それ地声？あ、地声です。地声だよね、はい、そうだよね。あれ、どれ新海か。さあ、それでは早速1回戦の対局者をご紹介いたしましょう。先手、演技派女優の顔も持つアイドル前田敦子。後手、いつもどこかずれてる天然アイドル小島アルナ。さあ、篠田さん、はい、この対局なんですけども、はい、はい、いかがですか。仲がいい2人ですからね、多分いろんなところも知ってると思いますね、うん、なるほど、はい。まずは両者が事前に練り上げた質問をご覧いただこう。うん、正直ニャンニャンのことはそんなによく知らないんですけど。ニャンニャン、ニャンニャン、はい、私がニャン、うん、私がニャンニャン、ニャンニャン的にはどうですか。そうですね、今回は、うん、旬なネタを結構用意してきたので、そこだと思います。旬なネタ、はい、さあ、それでは参りましょう。正直将棋、まずは先手前田。はい、簡単なお試しぐらいのとこから。先手前田、まずはどこか冷めている小島に対してこの一手。7番ほう、うん、なるほど、はい、僕も気になるんですけども、はいはい、それでは、お願いします。にゃんにゃんと言っているが正直猫は嫌いだ。おっと、針が、うん、おっと、うん、おっと、耐えましたね。よかった。なんなん、よかったって、お前なんなん。ちっちゃい猫は好きなんですけど、うん、大人の猫は嫌いです。大人の猫、どんぐらいよ、大人の猫って。このくらい。ちっちゃいニャンニャンってどのぐらい。このくらいです。ちっちゃい。なにこれ。このくだりだよ。続いて後手、小島、何番いきますか。そうですね、まあ、ここでね、ポンと一本取っとくと。後手小島、いきなり前田のアイドル生命を脅かす危険なこの一手。おっと、4番いきましたね。前半の方は結構言われますね。前半、さあ、それではお願いします。正直やる気がなさそうな顔とよく言われるが、本当にやる気がない時もある。いいえ。さあ、どうなんでしょうか。針が動揺してますね。動揺してるけど、抑えましたか。抑えた、超えた、超えました、一本。前田、お前何や、どういう時や、それはお前。え、どういう時。ちなみに今やる気はあるのかっていう話や。おい、この野郎、お前、この野郎。違いますよ、気持ち的にマイペースなんですよ。マイペースの時はやる気がなかった。
消してないんだよ。さあ1本取られたからね前田、ここは取り返しておきたいところだけどね。前田、以前この番組でやった企画についてこの一手。5番。なるほど、結構攻めてますね。これはこれは攻めとるね、よっぽど嫌いなんですね。さあそれでは、前田お願いします。高橋みなみの私服は上松さんにちょいモテと言われたがやっぱりおブスだと思う。いいえ。おー、超えた、一歩超えました。ちょいモテ、よかったね前田。やった。え、前田的にはこれどう思っとったん。なんであれにしたんだろうって。後手小島行きましょうか。続く小島もライブの MC に関するこの一手。9番。おお、なるほど、攻めますね、うん、そうですね、ちょっといたぶりたいんでしょうね、うん、さあそれでは小島お願いします。正直高橋みなみの無茶ぶりにイラッときたことがある。私、いいえ。これはイラッときたことがあるってことでよろしいですかね。はい。私は別に、うん、本人から無茶振りを受けたりはしないんですけど、見てるだけで何なんだろうって。ミャオとかよく絡んでます。ミャオどうなん、ミャオだけど、あの公演の MC とかで、うん、あの滑りそうだってやっぱ雰囲気わかるじゃないですか、うん、さあ必ずこっちを見ますね。あ、滑った後助けての目をするわけ、はい、そうそうです、はい、宮崎的にはそれはどうなん。それはうざい。おい、正直、おい、おい、おい。さあということで、大手がやばいな。じゃあ続いて先手前田。はい、はい、ここで取っとかんともう次取られたらもう負けになります。はい。おっと、8番。8番。これ皆さんが動揺する可能性があります。それではお願いします。正直裏で番組の悪口を言ったことがある。いいえ。おっと、針がニヤッとして、針がニヤッとして、おっと、超えるか、超えろ、耐えましたね。超えました、1本。油断したな、油断したな。先生、これ今ちょっとギュンって言ったのはあれどういうことなんですか。気が緩んだんですね。ちょっと力んでたってことですね。悪口なんて言うた。あ、足りないくんの、うん、あの罰ゲームの粉がちょっと落ちすぎて、うん、もう面白くないって言った。さあということでお互いリーチですよ。 お互い大手がかかっております。じゃあ続いて後手、小島。はい、どうしよっかな。旬なやつでいきます。お、旬なやつ。6番。お、それではお願いします。正直東方神起が好きだと言っているが漢字で書けない。いいえ。おっと、針は、うん、おお、耐えましたね。かけるに決まってるじゃないですか。あ、そうですか。じゃあちょっと書いてもらっていいですか。難しくない、結構。東の方から起きる、起きる、うんうん、神、あれ、うん、木。それ前だ、東方奇神。こうだ。なにそれ。あ、違う、東方奇神や。東方奇神かけてないじゃない。こうだ、違う、けがかけてない。前田もうアウトです。完璧なアウト。耐えましたね、うん、さあ続いて先手前田。はい、なんか多分みんな気になるだろう。でもみんな、うん、いきます。はい、9番。はい、なるほど。千代さん、これはやっぱみんな気になってはいると思います。みんながわからない、メンバーも、うん、うん、はい、それではお願いします。
正直、天然ボケは計算だ。いいえ。我慢しなくていいんだよ。我慢しなくていいんだよ。あんな針の動きを初めて見たよ俺。正直将棋で天然じゃないのに、周りが天然って言うからそういうことが起こるんですよ。そういうことですよ。自分でも天然と思ってない。計算ですか。計算龍馬も超えてますからね、うん、ということで、あ、この勝負は前田の勝利です。でもこの戦いはなんか予想外になんか高橋みなみが傷ついた。先手ただいま反抗期中予測不能の高校生宮崎美穂。後手滑ることを恐れない AKB の特攻大将高橋みなみ。志村さんどうですかこの2人。仲いいんで。あ、仲いいんやこの2人。そうなんですよ、慕ってるんで。それでは両者の質問をご覧いただこう。なんか気になるのとかありますよ。何番とか。3番ですね。3番ですね。10番とか相当ちょっとダメージを食らうんですよ。フィナーレはもうこれでガツンとみたいな。すごいねこれね。さあ、対する高橋。そうですね、最近本当によくこうダメ出しを食らってるので、はい、ここで正直をガツンと目を潰しておかんと、うん、まずは先手宮崎からいきましょう。はいはい、決まりました。早いね。はい、あのこれは最初からこれに決めた。プランがありますからね。なるほど。、はい、さあ7番。はい、どうなんですかこれ。大曽さん的にはもう次の収録休むしかないです。どうですか。それではお願いします。正直清人さんのボケを寒いと思ったことがある。いいえ。おっ、めっちゃ振った。頑張れ。みなみだけにはね。なんでいつそんな。なんか同じ匂いしますよね。あ。同じ匂いだ。匂い同じ匂い。さあ続いて後手、高橋行こうか。あの私今日占いで、あ、積極的に行けっていう風に書いてあったんで。今年2月事務所を移籍した宮崎に対してこの一手。2番。おお。積極的、うん、それではお願いします。正直ホリプロに入った瞬間勝ったと思った、いいえ。おっとこの針は、おっとだんだん動揺してきますね。どうだったか。ですね。はい、これは思ってないの。はい、やっぱ最初はワクワクしたんですけど、うん、やっぱそれは、うん、こっからがスタートなんだよということを自分に聞かせたんで、うん、この結果ですかね。さあ続いてじゃあ先手宮崎、何番でこう。はい、決まりました。いきます。はい、早いね。2番。楽屋とかでも、うん、結構やってますからね。うん、あ、そう、そう思ってるんじゃないかなってみんなも多分思ってますよ。なんだ。それではお願いします。はい、正直 AKB48 の中で一番歌が上手いと思っている。いいえ。はい、1本です。今の前田の引きずった顔見た。めっちゃ引きずっとったよ前田が。なんでだ、なんで先生。いや、なんか気になってますよね、随分。そうよね、ちょっと思ってるってことですよね。うん、そうやね。いや、なんか宮の戦略絶対ハマってるなこれ。さあということで続いて後手高橋いきましょうか。高校1年の宮崎に対してこの一手。8番。おお、これは多分できないと思いますね。あ、そうだ。何？それではお願いします。
実は掛け算の7の段がちゃんと言えない。いいえ。超えた。これはこの機会があかん。いやいや、あかんやで。言えんの？じゃあちょっと言うてみ。はい。七一が七、七二が十四、七三二十一、七四二十八、七五三十五、七六四十二、七七四十九、七八五十六、うん？四九六十三。ああ、言ってます、言ってます。えって言った篠田さんがちょっと。嘘。びっくりしたよ。七八三十二じゃないの？え？え？マネコ様が？違うね。それシワ32でしょあなた。あ、そう言おうと思ったんだ。さあ続いてじゃあ先手宮崎、はい、滑りキャラの高橋に対してこの一手。5番で。5番。はい。なるほど。本当ですか。いやこれはもう無理でしょう。厳しいですね。これできないんじゃないですか。だってそれでは宮崎お願いします。正直ちょっと滑るのも計算だ。いいえ。まあ耐えましたね。動いてますけど、うん、滑ってんだね。っていうかこれ計算じゃないってことは逆に寒い。滑ってた。そうですね。もう滑ってそれはそれですかね。あ、ちょっと傷ついたな、なんか、はい、あのじわじわ痛むるって感じだね、はい、宮崎は。ということで続いて5手、高橋、はい、ここで取っとかんと。やっぱり番組で年上メンバーに対しても強気なキャラを通す宮崎にこの一手。3番。どうなんですかね。でもあんまりこれやってる時に、うん、正直こういう感じは出てないですよ。裏でもあんまり気にしてないんで。さあそれではお願いします、はい、よく番組でダメ出しをしているが正直内心ビクビクしている。いいえ。超えた。実は小心者やろ。なあ、ビビっとんねや。冷めるわ。ビクビクしてないです。そういう風に言う時もビビっとんねやろ。ビビってないです。見てみよう、まずあの針。でも安心したよ。なんかビクビクしとるやん。かわいいやんと思うね、うん、あ、本当ですか。かわいいよ。じゃあビクビクしてます。うわ。ということで大手、両者大手がかかりましたね。さあ続いて先手宮崎、はい、さあここで宮崎決めますか。はい、もうここはもうフィナーレ。フィナーレ行きます。フィナーレ行く。フィナーレ行く。待ってました。もう今回パーティーですよ。パーティー楽しい。さあ、これは言っていいですかね。10番。来ました。パーティー来ました。さあ来ました。これが動けばちょっと、うん、これやばいですね。アイドルとしてちょっとね、はい、さあそれではお願いします。正直公演中にステージでバレないようにおならをしたことがある。いいえと言う前に超えました。いいえと言う前に超えました。1本。うるさい、お前黙ってけ。お前みなさん、これなんでこの質問をちょっと考えた。やっぱり公演で振りを間違えたりとかあまりないんですよ、高橋。でもなんかやってるだろうなと思って。一生懸命考えてしまう。あ、おならやと思って。いや、本当に、これで負けるのすごいショックですよ、私。すごいショックですよ。ということでこの勝負、宮崎の勝利。この後、待望の新曲情報を一挙大公開。お誕生日おめでとう。ついに新曲のタイトルが決定。その名も言い訳メイビー。新学期の切ない片思いを歌った甘酸っぱい青春ソング。ミュージックビデオも撮影会長です。そしてアンダーガールズが歌うカップリングナンバー飛べないアゲハチョウのミュージックビデオが完成。8月26日の発売をお楽しみに。AKB48 メンバーの胸キュンフレーズ大好評配信中。
新作も次々に追加されていますので番組公式サイトをチェックしてください。カップルに見えたかな。潮の目日本テレビ、ファーストシングル発売を来週に控えた SKE48 メンバーが名古屋を飛び出しスタジオに大集合。新曲強き者よスタジオライブ初披露です。強き者よ真の勇者よ、戦い終えた後で誰のため流すのだろう、その涙風は儚いもの、振り向きを変える、運の巡り合わせに雨も参加メンバーたちの番組の宣言。